願いします。全部持ってかないでください。刑務所では食べるものくれないの？お前も長い間あそこにいたらわかるうまいっすね。うまいって言ったろ。ほら、おかえり。これでやっと本当に外に出たんだって感じだ。そのバッグ、車に置いとけないの？恥ずかしいんだけど。車に置いとくには額が大きすぎるから。お前の汚い車からピンクのキャラバッグなんて持っていくやつなんていないだろ。いや、いるかもよ さっきのとこ、ギャンブル依存？ああいうのみんなそうでしょ。それで息子の前で本当にあんな風にする必要あったの？ケツ叩いてやんないと金返さないからさ。あいつらそういう人間だから。そうじゃなかったらそもそも氷菓子なんかに金借りたりしないでしょ。ああいうやつらがどんだけクソ親父のこと思い出させるか兄ちゃんには分かんないだろうけど。それならなんでまだこんなことやってるんだ。俺が出所する頃には終わってると思ってた。親父がどんだけ借りてたとしてももう返し終わってんじゃないのか？全部返した。だったらなんで？お前が今やってることはあの男が俺たちにやったことと同じだって分かってんのか？何も言わないのか？やめないのは好きでやってるから。違うか？だからまだあの男のところでやってる。好きでやってると思う？俺たちがあんな目にあったのに。俺が何年もの間どんな思いであいつの下で働いてきたか分かんないだろう。じゃあ何なんだよ。あいつが辞めさせてくれないから。辞めさせてくれないってどういう意味だよ。本当にやるの？
お前も彼女の誕生日にカバン買ってやりてえっつってたな。うん、でもさ、ここはお前の。だったらなんだよ、あいつは札なんか読んだりしねえって。あのカウンターにいる人たちどうするの。関係ねえ。わかんないけど、あんまりいい考えじゃないと思うんだけどな。親父、今すぐ有り金全部出せ。何をやってんだ。言っただろ、持ってる金全部出せって。何を言ってんだ、おかしくなったか。うるせえな。早くしねえとここにいる客やっちまうぞ。そうだよおじさん、金くれたら行くから。なんか他になかったの。はあ、なんだよ。お前の友達カッターじゃなくてもっとマシなものなかったの。これが面白いか。まあ面白いね。そうか。お前の財布出せ。お前もだよ。これでもまだ笑ってられっか。金はやるからもう行きなさい。最初からそうすりゃいいんだよ。ついてたな。行くぞ。なあ、そのバッグ何入ってんの。聞こえてる？そのバッグ何入ってんの。いいから行きなさい。ただの洗濯物だけど。この可愛いバッグに洗濯物？ほら、だから恥ずかしいって言ったろ。開けろ。なんで？俺のパンツ見たいの？お前の綺麗な顔に傷つけたくなったらさっさと開けろ。もう行けよ。開けろって！わかったから。そんな風にナイフを振るねえ。いくらあるんだ。関係ねえ、とにかく全部俺なんだ。何やってんだよ。おい、やめろって。だからもう行けって言ったのに。ほらナイフしまえ。おじさんの金。かわいい顔のままでいたかったら今すぐ出て行け。またその前にお勘定。心配ないよ、ただの BB ガンだから。それで、あの子がシンジ、前に話してた息子さん。申し訳ない、全部私が悪いんだ。あの子は元はあんなんじゃなくて。あの子は。いや、問題ないよ、誰も怪我してないんだし。うん、うまいもの食わせてくれれば問題ないですよ。どうもありがとう。
俺には本物に見えるけど。うん、みんな本物に見えるみたい。どこ行くの？また誰かに取られそうになる前にこの金届けないと。それなら俺が言ったように車に置いとけよ。誰も取らないから。面白いね。一体何を考えてるのかわからないな。おやさん、同じの。私の父がこのビルから飛び降りたって話したかな。幼かった私の目の前で。時々あの人がまだ見てるような気がするよ。お兄さん、今日出所だったかな。私が人手を必要としてるのは知ってるだろう。誰が払わなかった？八百屋です。もう 2,3 日欲しいって言ってました。それで君はなんて？金曜日までには払うそうです。そうか、もう2日あげたんだね。今日払ってもらうはずだったのに。はい。もちろん君は自分の仕事を分かってるから。君の次の顧客リスト。そう、今月末までにあともう少しだけ金が集まれば私たちもとうとう大きな建設プロジェクトに参加できるんだよ。楽しみだろ。それならこれが終わったら辞めさせてもらえますか？何言ってるんだ。これからはクズどもを殴ってやる必要もない。堂々と人から金が取れるんだよ。ノーっていうことですか？
今月末までに全部の金がいる。あの八百屋のもね。しくじらないでくれよ。これが私にとってどれだけ重要か分かってるだろ。お母さん、まだあの小さな町にいるんだろ。お母さんによろしく。